はい、寛容チャンネルです。今日も、はい、ちょっとどこ行くか知らされてないわけなんですけど、そうですね。まあいつものごとく、はい、5月といえば5月5日って何の日でしょうかね。子供の日です。ということで、子供の日といえば、実は当館、子供にまつわる施設があるんですけど、わかりました？どうぞ。はい、マリンパル保育園でよろしいんでしょうか？まあ、行ってみましょう。はい。はけてください。マリンパルは結構高台にあるんで、ちょっとこう避難経路的にですね、進んでみようかなと思いますので、じゃあレッツマリンパルへ、レッツゴー。この横画面って感じ。いや、今日いい天気ですね。なんかね、ですね、じゃね、サブ玄関でーす。で、こちらバス車庫です。じゃーん、結構バスありますね。はい、到着しました。ここがマリンパル保育園ですね。意外とね、関与が保育園あるっていうこと知られてないと思うんですよ。ですんで、今日はちょっと子供の様子とか先生の様子とか、はい、じゃあ行ってみましょうか。わあ、すごい先生、どうも。寛容チャンネルでございます。すごいですね、5月なので。あ、じゃあ、ゆせくんは久美先生が持ってます。ゆせくん、しおんちゃん、あ、わけわけです。あらら、ちょっとからまた来ます。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前はまだ話が、あ、できない。、はい、そっかそっかそっか、かわいいね。こちらしーちゃんです。はい、これりあんちゃんです。はい、私はトーマです。同い年のつむぎちゃんです。今4名ですか？5名です。あ、5名ですね。はい。で、5名。はい。はい、寛容チャンネルの、ちょっとインタビューコーナー。
マニパル保育園の人見先生です。よろしくお願いします。はい、あれですかね、今生徒数は何人ぐらいなんですか。今0歳児1名、はい、1歳児3名、はい、2歳児1名の5名です。5名ですね。マリンパル保育園って、いつから開始された感じですかね。歴史をたどりますと、マリンパル保育園は平成4年6月1日に、うん、ホテル開業の事業所内託児所として開園しました。あ、それから28年から認可を取りました、うん、認可保育園としてスタートして5年になります、はい、そうしますとあれですよね、もちろん関陽の職員スタッフの、子供を預けることもできるんですけども、はい、町内のお子様も受け入れができるって感じでしょうかね。町内外から、町内外から、はい、受け入れ可能です。あ、大丈夫なんですね、はい、地域枠広域入所という枠で受け入れております。あ、すごいですね、はいはい、館内を少しですね、はい、探索してみようかなと思いますけど、はいはい、じゃあ行ってみましょう。はい、マリンパル農園のお豆さんとブロッコリーです。お豆とブロッコリー、はい、キムサヤと、これあれですか、お昼ご飯とかにもらったりするんですか。そうです、子供たちと一緒にお水を上げて混ぜてます、先生いろいろ作るのが好きですからね。好きですね。これもちょうどね、子供の日ということで、こういった鯉のぼりも飾ってですね、はい、はい、じゃあここがマリンパルですね。ここが玄関です。はい、はい、はい、あ、大丈夫ですよ。はい、ここがこう、あ、こっちから行った方がいいですか。事務所、ね、事務所です。綺麗かな。綺麗です、綺麗です、はい、ここがマリンパル保育園の事務所、はいはい、これが連絡ノートです。各お家とマリンパル、はい、連絡ノートで子どもさんの様子を記入して、はい、24時間体制で365日、うん、子どもたちの成長を見守りながら勉強しています。はい、はい、結構あれですよね、いろんな催し物ができそうなホールですよね。そうですね、うん、ここでちょっとなんか踊ってください。じゃあ観葉チャンネル劇場スタート。はい、ピッ、あ、ちゃんと避難用にこうヘルメットもある感じですね。そうですね、ヘルメット防災に、防災きちんと用意してるっていう感じですね。マリンパルは震災の時はどういう感じだったんですか。ちょうど保育中でお昼寝の時間でした、はいはいはい、で子どもたちをのそばに駆け寄ってなかなか逃げ直しもありませんでしたので、できる判断で外に避難して、外で子どもたちのと一緒に待機しました。結構子供たちこういろんな子泣き叫んだりとかは大丈夫でしたか。ただただびっくりしている状態で、あ、びっくりですよ、ね、まあ、大きいですよね、動揺するっていう状態ですね、泣くところなかったんですけども、そこから子供たちと一週間避難生活が続いたんですね、うん、やっぱり最後に帰った子は、うん、なんで自分ばっかりここにいなきゃいけないんだっていう、うん、心の傷が今でも残ってるみたいですね、うん、ですか、うん、給食の準備が
途中まで整っている感じなんですけど、あ、なるほど、はいはいはい、他にはちょっと入れませんけども、なるほど、今日はお昼ご飯は何なんですか？今日は納豆ですか、ね、納豆、子供たちが大好きです、うん、あ、子供たち納豆結構好きなんですか？好きですね、納豆は3杯ぐらい食べます納豆争奪戦がありますね、そうですか、絵本コーナー結構ありますね、とても充実しています、はい、子供たちにこう人気の絵本って何でしょうか？今はこれですね、はい、おむつの中に出てみます、なるほど、トイレトレーニングが始まる時期の、うんうん、これで我々の子供の頃も大きな株とか、そうですね、これは定番ですね、定番でしたね、これの大型本も、はい、これで株を引っ張る気分になってみんなで盛り上がります、うんうん、ひとみ先生にとって保育とは？子どもを育てるっていう漢字を書くんですけども、やっぱり私は保育士を目指したのはとにかく子どもが好きで赤ちゃんのお世話をしたいなっていうのがきっかけで保育士になったんですけども、そこで仕事をしているうちに保育っていうのの大事さに気づいたのは、やっぱり子どもたちを伸び伸び育てて子どもたちの笑顔が一番大事かな、うん、笑顔にしてあげることが一番大事なのかなと思います。例えば何々を、例えば字を覚えさせるとか踊りをうまく踊らせるとか、そういうのは二の次でいいと思うんです。一番大切なのは笑顔で伸び伸び遊ぶことだと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。南三陸に来て何年ぐらいになりますか？マリンパルと同じとして29年、はいはい、じゃあ先生にとって南三陸とは？第二のふるさとですね。やっぱり震災があってもこの地を離れようとは思わなかったし、この地で生きていこうって思うことができたのはやっぱり人の温かさともありましたし、この会社での人間性の良さっていうか、やっぱ支えていただいたことも大きいですし、はい、ね、大事にしたいふるさとです、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。歌をもう一回歌いましょうね。先生おはよう、みんなさんおはよう、踊りもじっじと歌っています、おはよう、おはよう、はい、OK、 朝のご挨拶です。先生おはようございます。みなさんおはようございます。今日も元気に遊びましょうね。今日マリンパルに来ました。どうでしたかね、なんか感想。結構やっぱり慣れないっていうのもあって泣かれちゃったことが多かったんですけど、これからも少しずつ一緒に遊んでいけたら。じゃあマリンパル保育園からでした。バイバイ。はーい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。信じながら涙さえ
アパマの声シューしたらシュー滑りだアパマの声ご挨拶です。いただきます。